こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で稼ぐ秘訣。Amazon 輸出に限らないんですけど、まあ稼ぐ秘訣ですね。これは行動が早い。行動を早くする。まあ最低限早くなくても普通のスピードでアドバイスを実行すると。まあ、このぐらいやってもらえれば、成果は出ます。これね、転売アカデミーの成果報告チャットってところにいただいている Amazon の30日の売上のキャプチャーなんですけど、6000ドル、5000ドル、まあ、5000ドル、3万ドル、1万ドル、7830ドル、9013ドル、4174ドル、ね、まあ、全部じゃないですけど、一部抜粋で、こういう成果報告をいただいてます。主にね、2500ドルを突破すると、月会費を減額してるんで、その報告とかね。あるいは、定期的に報告していただくと、まあ、問題点が見つけやすかったり、あるいは、まあ、自分の発奮材料になったりということで、報告いただいてる方は、順調に売上伸びてる方が多いです。で、まあ、それを見てね、儲けてる方、皆さん何を扱ってるんですか？どんな商材を扱ってるんですか？っていう質問される方多いんですけど、正直、まあ、みんな扱ってる商材はまちまち。ただ、一つ共通点があるのは行動が早いです。これやってみましょうと言うとね、すぐやってます。で、そういうすぐやるスピードが速い方は、まあ1万ドル、3万ドルとやっぱり突破してると。最低限ね、あまり早くなくても言ったことをいつの間にか実行してくれてる方は、まあ3000ドル以下ってことはないです。で、逆に言うと、言ったことを実行しないでいろいろ考えてるだけだと、まあ成果の上がるわけはないと。ね。これは当たり前のことなんで、まあ、とにかく、アドバイスをもとに実行していただいて、うまくいったのかいかなかったのか、まあ、それをご報告いただければ、転売アカデミーの場合は、成果は上がります。すごいね、何かやるのに1ヶ月がかりでやんなきゃいけないとか、そういう大変なことは、サポートのアドバイスでしてません。やろうと思えばすぐにできることをアドバイスしてます。で、その結果、フィードバックを受けて、その方向でいきましょうとかね、もうちょっとやり方変えましょうって形でやってきますんで、何しろ動いて結果をフィードバックしてもらわないと、アドバイスのしようがないというのがあります。ですんで、稼いでる方、皆さん何をやってるんでしょうかねと。何をやってるとか何を扱ってるというよりも、稼いでる方の共通点は、行動してる。特に行動が早い人は稼ぎが多いというのが言えます。それだけをね、守っていただければ、逆に Amazon 輸出稼ぐのはそれほど難しくありませんので、いろいろ悩まずに、まずは、まあ、サポートの内容、アドバイスした内容を実行していただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。